スタート。パペニポテタイムポテです。パク全国のみんなの一緒にガオガオレアパピです。パッパリコパです。ハオカキちゃんのハッチュンです。かわいい。おい似てる。今日はこの4人で実はあるところに来ています。もう見えてる。もう見えてるけどみんな大好きオール390円のサンキューマートさんにやってきました。イエーイ。はい、ここで今日はなんと5分間で買い放題をしていきたいと思います。やばい、楽しみ。絶対これさ、多分4袋ぐらいいける気がする。ほんまに、ほんまに関西勢やばそう。え、そう。みんなよくがする。東京です。東京です。夢やら関西勢がちょっとね、いや、なんか一番すごいかもしれない。あ、決めてる僕ぐらい。めっちゃかもしれない。確かに。じゃあもうみんな気合十分ということで、はい、ちょっともうすでにさ、いい商品がいっぱいあるので、早速やっていきましょう。はい、ではサンキューマート5分リアル買い放題、用意スタート。やった。待って、マジでレアこれ願ってた。白。はい、もうガツガツいきます。あ、もう可愛いもんいっぱい取ります。もうさ、顔に出た。やばいね。どうしよう。盗んでない。え、クリーン。どうしよう、どうしよう、マジで。時間がない。延長、求めます、もう。しかめっちゃ怖いね。無理されたり。あ、これ喋ってる人やない、ごめん。え、待って、なんか可愛いので、お箸。え、どうしよう、待って。ほんまに決められへん。リコ、これおばあちゃんにどう？あ、入れました。あ、入れた。入れ、早っ。アクセ、アクセ。うわ、すごい。待って、重すぎる。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、終了。ちょっと待って、あと追加ダメですかね。ラスト1分追加。なんかしてくれないと追加できないよね。なんか一発おもろいことしてくれたらいいんじゃないですか。ゆめちゃん、なんでやねん。いやいや、ここはその頼ってたらあかんよ、先輩を。ってことはもしかして後輩が頑張らないと。誰だ、一番後輩誰だ。これがポップの洗礼や。じゃあ3人笑ったらいいでしょ。物使います。おお。チョコレート。パクパク。ブリ。ちょっと待って、あ、ちょっと言ってまいりました。ちょっと怒られますよ。ちょっとこれ、集長ごめんなさい。じゃあ、お手本をお願いします。ねえ、ちょっと頼む。じゃあ、お手本見せてもらう。もう無理。難しいよ、そのアイテム。ほんまに難しい。難しいの。ほんまに、だってもうこれ、ブリブリしか正解ないやん。ほんまに、もうまんまなのよ。ちょっと待って、ほんまに思いつかれてる。ちゃんと待って。ブリブリしかないんですよ。いきます。にらめっこしましょう。アップップッ。ブリブリ。ねえ、無理。これはやりきった根性に私は。ありがとうございます。素晴らしいです。すごい。ありがとうございます。ということで。ということで。今は30秒かな。わー。じゃあ30秒稼いでもらおうかな、一応右の2人に。確かに。そうやろ。またね。いや、なんでちょっと、お笑いはいただけたから、ちょっと胸キュンいただけますか、カメラに向かって。あ、じゃあもうレアいっちゃいます。おはよう。あー、すごい心配。さすが。どうしよっかなー。あ、じゃあカメラが彼氏ってことにしますね。はいはいはい。設定はバッチシです。おー、すごい。では行きます。え、これ可愛くない？めっちゃ可愛いな。なんかさ、黄色レア好きやからさ、青とさ、お揃いにしんひん。買って。お揃いにしんひん。やってる。普段からやってる。さすが、恋捨てね。あ、恋捨て。出ちゃった。やめてください。じゃあ、大取り。うわ、うまや。
でもなんかあれ欲しいな、その胸キュンって可愛い系が多いからさ、かっこいい胸キュン欲しいな。ちょっと S っぽいやつ欲しい。ケイトの CM っぽくさ。ケイト黒木メイサさんがやる恋愛よイメージは。カメラ越しの人は年下の人で。なるほどじゃあ大丈夫よ。はい、いきます。サンキューマートほんまに久しぶりやな。私が年上やからこんぐらい買ってあげるよどこが胸キュン？え、これ胸キュン本当に恋愛じゃない？なんか老いに買ってあげる感じで。なんか近所のお姉さんみたいな。まだまだ勉強ですね。すいません。じゃあ10分あげましょうか。やっと。10分。1分。ああ。ちょっとじゃあ1分いきましょう。延長。はい、延長1分。はい。よーい、スタート。はい、私ノート好きなんですよ。ノートかな。つまり、はい、これ5、4、3、2、1、終了。あ、終了ですよ。ちょっと。止めて。止めて。みんな手止めて。ガサゴサしとるよ。ね、現行犯逮捕今。おい一番胸キュンできてなかったやつ。そんなことないよ。もうみんな集合終わり。はい、じゃあみんな買い放題終了しました。イエーイ、買いましたか。しすぎたわ。はい、じゃあまほちゅんからちょっと紹介していってください。はい、お願いします。まずうんち買いました。さっきの思い見かけるやつ。あとはベティちゃんのポーチ、ポーチが欲しいなって思ったので、じゃん。これ皆さんよく TikTok で見ると思うんですけど、これ欲しいなって思ってたので買ってよかったです。これです。これですね。え、すごい。それすごい。え、これ390円。やばいよな。高くない？ダブルスイヤホンです。クレヨンしんちゃんのこれです。ピンク系。かわいい。ブラシたち美味しそうだなって思って、うんうん、普通に巾着。おしゃれな巾着と折りたたみ鏡と、うん、はい、こちらはなんかこれも今話題らしいんですけど、顔にミスト超音波らしいです。え、やば。肌に良さそうなので使います。以上です。おー、すごい、結構いってる。結構買いました。まほちゅんの合計点数は32個。そしてお値段が13,712円。夢の1万円超えを言いましたねありがとうございます。幸せです。神様ありがとうって言いました。はい、はい、じゃあ次私いきます。はい、私クレヨンしんちゃんめっちゃ好きで、あの LINE の記者会もクレヨンしんちゃんなんですけど、このチョコが大好きで、あ、これはまほちゃんと一緒の、多分キーホルダーも出てくるんですよね、いっぱい。あ、これも記者会持ってるんです、私。記者会の記者会いっぱい前に置いてある人気商品で、これもなんかダンス動画とか撮るときにめっちゃ便利やなと思って。うん、確かに結構インスタでな、上げてるもん。そうです、ぜひ見てください。急になんかこういうのとか、かわいい、巾着かわいい、リリン、かわいい。これが一押しです、私。ピーカーらしくて、なんかダンスの時もいいし、なんか持ち運びにもいいかなと思って。ステッカーたち、かわいい。で、ラスト、まほちゃんの一緒のやつ。以上です。はい、じゃあリコの点数とお値段が出ました。ちょっと、はいはいはいって感じ。はいはいはいって感じ。どういう意味やろ。じゃあ早速、ちょっと発表していきます。点数は32点で13,696円です。え、待って、何個やっけ。あれ32でした。お、一緒。まさかの。なんでそこでシンクロ。なんで一緒だ。すごい。物は違うけど。すごいですね。6分間で買える平均が32個なんかかもしれないです。かもしれない超えるものが現れるのか。じゃあ次、レアちゃんいきますか。はい、はい、じゃあレアの紹介していきます。お願いします。見るからにやばいんですけど。レアちゃん結構ちょっともうテンポよくいきますね。テンポよくいこう。はい、じゃあまずお菓子系を最後に詰め込みました。大好きなチョコです。チョコ2種類と、うん、トッポギとか、お、韓国系の私の大好きなご飯系もたくさん買いました。ほらほら、チーズも買いました。ポップコーン、お菓子、ハニーバターも買いました。じゃん。
インスタで使えそうな。かわいい。バンダナ系ですね。これはマジでメイクの時とかいっぱい使えると思って。ちょっと待って。やっと買いました。バンダナ系。1個されちゃう。どんだけ。巾着買いました私。いいな。かわいい。鏡？うん。パック。アロエ。アロエ。で、ヘアブラシ。あ、ラストです、次が。じじゃん。でんでれれんでんでん。はいはいはい。ティッシュとスマホが入れれるボックスになってます。はい、以上になります。すごい。はい、ということで、レアちゃんの合計点数、お金も出ました。じゃあ、お値段と点数を発表していきます。お願いします。レアちゃんのサンキューマート、購入品は31点、そして11,519円。おお、意外な展開します、うん、待って、やっぱこれさ6分間はやっぱ31、うん、2個しか説あるよな。ある。え、でも一番今のところ値段は下です、うん、確かに。おお、予想外の結果。予想外。そうなんや。お菓子とか大きいのが多かったね。なるほどね、うん。じゃあラスト、はい、ゆめちゃんに紹介してもらいたいと思います、はい、じゃあ紹介します。まずは、まあ、サンキューマートさんといえば、もう私が小学校の時ぐらいからずっとこういう、うん、あのこの顔文字とかのやつがずっと人気で、うん、私も家に何個かいるんですけど、ポップコーンとかバターワッフル、ピンクのアクセサリーケース、カバン、はい、でミラー、手持ちのキャンディーガン、これでちょっと TikTok 上げるのでぜひ皆さん見てくださいね。 TikTok のフォローよろしくお願いします。違う線でよろしくお願いします。ワイヤレススピーカー買いました。ワイヤレスイヤホン、ストレートアイロン、パックをアホみたいに買っちゃいました。こういうキーホルダー系も買いました。でこちら最後、かわいいこのヘアピン。わあ、ゆめちゃんっぽい。そう、これここにつけたら可愛いかなと思って買いました。終わり？ちょっとね、終わり、私少ないかも。はい、ではゆめちゃんの点数が出ました、はい、点数は32点で12,838円です。え、 32？ え、やばない？やばい。なんかさ、これさ、そういう立証。はい、今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。次の動画も見てね。見てね。バイバイ。